ブレイクスルーのこの率を教えてください。臨床情報が得られている191例のオミクロン株感染症の感染例のうち、ワクチン2回接種者は145例でございました。 75.9% ということになります。国会で示されたオミクロン株の感染者の 75% 以上がワクチンを2回接種済みとのデータ、政府の分科会はワクチン接種などを条件に行動制限を緩和するワクチン検査パッケージについて、知事の判断で使うことも認めるものの、原則として一時停止する方針を了承しました。一方、利用客の全員検査による制限緩和は維持します。分科会の尾身会長は、今回は何でも全部やめるということはステイホームなんても必要ないと思います。リスクの高いところに集中してみんなで気をつけると。尾身会長は、大規模な人流の抑制ではなく、リスクの高い飲食などの場面での人数制限が対策のキーワードになると述べました。一方、大阪、兵庫、京都の3府県の知事は、まん延防止等重点措置についてオンラインで協議しましたが、今日の段階で結論は出ず、国への要請を見送りました。3府県知事会議を行いました。まん延防止等重点措置につきましても、要請をする際には足並みを揃えて、3府県、京阪神一体で要請をすると。大阪府の吉村知事は協議後の会見で、まん延防止措置の内容について21日金曜日までに政府に要望するとし、いずれか一つの府県が要請を決定した段階で3府県で政府へ要請するとしています。